僕はね、やってしまったんです。はい、グラフィックデザイナーの山田です。またまた久しぶりの動画になっちゃったんですけども、もう日々忙しすぎてですね、動画なかなか作れないんですね。とりあえずまた中継ぎ動画を作ろうかなと、車のことを話そうかなと思います。僕の動画を見てくれた方は知ってると思うんですが、昨年の2023年6月にですね、僕は中央道で大事故を起こしたわけですよ。その時、だいぶ腹立ってですね、事故検証動画みたいなのを作ったんですね。そしたら、僕のちっぽけな YouTube チャンネルの中では、ダントツ再生回数を言っていてですね、みんな事故動画とか好きなのかなと思って。再生回数とかはね、別に僕どうでもいいんですけども、知り合いの方々とか、その後どうなったの山ちゃんみたいな。結局ですね、買い替えて、まさに今この乗ってる車がそうなんですけども、前回事故った車は、デリカ D5 のガソリン車で、新車で買って4年目だったんですけども、事故により廃車になってしまって、結局次の車もデリカ D5 にしました。ただ、前回と違うのは、今回はディーゼル車にして中古車を買いました。その際ですね、僕が憧れてた段ボールクラフト色にオールペイントしてもらって、事故から半年後、昨年の12月にやっと納車されて、やっとレンタカー生活から脱出できたわけですよね。今もう3月なんですけども、そろそろ感想動画を作ろうかなと。ただお断り入れとくと、僕は決して車の YouTuber でもなく、そもそも YouTuber じゃないんですけどね、僕は。ただの一般人が、自分の車について話すだけの動画になるので、ご了承いただければなと。まずですね、残念だったところを先話そうかなと思うんですけども、100点満点中90点。まあこれ結構、別に高いと思うんですよ。ちなみに、前回新車で買ったデリカちゃんは95点でした。10点届かなかった理由を話すとですね、中古車っていうのはなかなか自分の希望通り 100% 叶う車が出てくるかっていうと、なかなかそれがうまくいかないかったりするんですよね。一つ目の残念だったのはですね、年式と走行距離だったんですよ。前のデリカが、まあ新車で乗って4年、5万8000キロ乗ってたんですね。4年で5万8000キロ、割と走ってる方なのかな？結構ね、僕、遠出するので。まあ、それぐらいの中古車を一生懸命探してもらってたんですけども、なかなかね、走行距離だとか、あと、オプションっていうのかな？前のデリカがフルオプションだったんですよ。例えば、クルコンとか、両側スライド、電動スライドドアか、とか、あと 4WD とかね。あとナビとかカメラとか、まあいろいろあるんですけども、そういう細かい部分で、やはりそれがないと、やっぱ不便だなっていうのは分かっていたので、それが装備されているもの、プラスアルファ、なるべく走行距離が前のデリカちゃんぐらいの前後だといいなっていう話をしてたんですが、結局のところ、この車、10年落ちです。そして走行距離が6万7000キロだったかな。うん、確か。まあ正直僕みたいな素人からするとですよ。10年経った車って、ちょっとやっぱり心配なんですよ。ただ、まあ車さんみたいにプロの方曰く、状態のいい中古車であれば、全然問題ないと。普通にちゃんと整備を怠らなければ、20万キロは普通に走ると。まあ特に今の車はね。だ僕なんか昭和の人間なので、10年乗って、例えば10万キロ乗ったらもう買い替えなきゃいけないっていう固定観念があるわけですよね。だけど、いやいや、そんなことないですというところで、とにかく状態のいい車を探していただいて、まあでもよく考えたら、僕デリカの前ハイエース乗ってたんですけど、10年乗って8万7000キロ乗ってたんですよ。でも、買った当初から10年乗った当初まで、特に何の問題も起こんなかった。まあ、ハイエースはね、特にそういう車かもしれないんですけど、次にもう一個残念だったことは、せっかくオールペイントしてもらって、もうピカピカだったわけですよ。で、ピカピカなのに、ヘッドライトがちょっと黄ばんでたんですよね。で、これはもう長く乗った車あるあるなんですけどもね、ヘッドライトって結局アクリルでできていて、まあ、傷とか、つくんですよね。で、そういう紫外線なのか何かの理由でガラス面が黄ばんでくる、まあ、他がピカピカなのにそこだけなんか僕の中で目立って見えちゃったんですよ。黄ばみを取るっていうそういう磨くやつとか自分でやろうかと思ったんですけど、それをですね、ちょっと近所のもともとお世話になっていたディーラーさんにちょっとそこだけお願いしたんですね。磨きだけ。そしたら半減したんですよね。あ、ちなみに今回買った車はディーラーでは買っていません。で、まあその黄ばみ
が、まあ、半減したんですね。本当はね、ヘッドライトも変えたいって思っちゃったんですよ、この際。だけど、お店の人曰く、まあ、正直いつでも変えようと思えば変えれるので、とりあえず乗ってみたらどうですかね、みたいなこと言われたんですよね。まあ、確かになと思いながら。ただね、今は全く気になんなくなっちゃって、だからむしろ取り替えなくてよかったと。で、三つ目の残念なことは、まあ、残念っていうか、これはすぐ解決したんですけども、駐車してたら、車の下がちょっと湿ってたんですよ、地面が。で、これ俺の車かなと思って、そしたら、運転席の下あたりの底の部分が、ちょっとやっぱ濡れてたんですよ。で、これなんか漏れてるなと思って、まあ、触ったら割とサラサラしてて、ですぐ車屋さんに電話したら、結局それは、冷却水だったんですね。やはり10年も経つと、その冷却水のこう水を流すホースっていうのかな、ゴム製のね、やっぱそこはどうしても経年劣化で徐々に漏れ始めていたのかもしれないということで、でそこはその無料ですぐ新品のホースに変えてもらったんです。そしたらね、もうそこは水漏れなくなって、でね、次なんですよ問題は。この車、今ね、こう見てわかると思うんですけど、後ろの窓、外よく見えますよね。実は買った当初、前の持ち主の方が、スモーカーってたんですよ、黒い。全然もう外からはとにかく丸っきし車内が見えなくて、とても良かったんです。ただ、思った以上に、外が見えないってことに僕は気づいたわけですよね。あれ意外と見えづれえなと思って。まあ世の中のね、スモーカーってる車なんて、よくいますからね。まあこういうもんなのかなと思って乗ってはいたんですけども、ある日ですね、ちょっと怖い思いをしたんです。サービスエリアによって、ちょうど夕方から夜にかけてかな、海老名サービスエリア。結構混んでたんですよ。もう車の往来もすごい激しかったし、で、歩行者もすごくいっぱいいて、で、雨もちょっと降っている感じ。で僕はその駐車するときにこう頭から突っ込む癖があるので、で頭からこうバーンと突っ込んでトイレ休憩なりして戻ってきて、でバックで出ようと思ったら、全然後ろが見えないわけです。車が通ってる姿は何となくわかるんですよ。わーわーって。で、人の喋り声とかもワンワン聞こえて、あれ全然見えないと思って、まあバックカメラついてるんでね、まあバックカメラ見るじゃないですか。そしたら、昼間だったらそんなに気になってなかったんですけども、そのね、夜になると、メガネかけたままお風呂に入ってるような映像になっちゃってるんですよ。水蒸気で曇ってるとかではなくて、そのカメラも新品に僕買えなかったんですね。そのままのついてるまま使おうと思っちゃって、おそらくそれもやっぱ経年劣化によって傷ができていたり、黄ばんでたりもしてたのかもしれないんですけど、だから雨の色と、あと街灯とか、車のヘッドライトとか、まあ、その辺の光を拾っちゃって、変に屈折して、すっごいムーディーな、ボケしか映ってないわけです。で、やべえ、これ全然わからないと思って。頼りになるのはもう、この、横から見る目視だったり、そしてこのサイドミラーだけだったんですね。でももうサイドミラーだけじゃ、まず無理だったんです。もう勘で出るには危なすぎるぐらい混んでたんですよ。誰か歩行者の人に、ちょっと見ててもらおうかなとか思った矢先、僕の前の車がこう前から出てってくれたんですね。だから僕もその真ん中のね、ラインを乗り越えて、で、前から出てたんです、その時。で、僕はもうそこで、もうこれスモーク剥がしてもらわなきゃダメだと思って、すぐですね、その車屋さんに電話して、すいません、もうスモーク剥がしてもらっていいですかと。で、プラス、バックカメラも新しいのにしますっていうことを伝えたんですね。たら、あ、わかりましたと。じゃあ、ちょっといついつやりましょうと。したら、もうその矢先ですよ。僕はね、やってしまったんです。ある日、娘の作品をね、運ぶのを手伝うのに、学校に行ったんですよ、娘に。で、学校の裏門にね、車をちょっとこう、停車させて、待ってたんです、そこで。娘が来る。そしたら、僕の左斜め前に、ちょっと業者のバンっぽいのが止まってたんですけども、その運転手さんがこう、ファーっと戻ってこられて、で、僕がここにいると、出れないっていうのは分かったんで、僕ちょっとバックしたんですよ。少しビービービーって。そしたら運転手さんが、どうもって言いながら。そしたら、運転手さんが出るときに、もうちょっと下がってくれないかってジェスチャーをするんですね。え、出れるでしょって思いながらも、あ、分かりましたみたいな。で、バックするわけですよ。でね、後ろの窓ガラス見えない。バックカメラボケてる。まあ、その時左寄りに止めてたので、左のサイドミラー見ると、何百メーター先まで綺麗に見えるわけですよね。まあ、その左のサイドミラー見ながら、あと2、3メーターかな、バックした矢先に
鈍い音がしたんです。バスン！でもその瞬間もうさーっと血の気が引いて、え？で、ふと前見たら、さっきのバンの人が、多分気づいてたと思うんですけど、しれーっと出てったんですよね。別に彼のせいではないですよ。で、僕はもう青ざめちゃって、マジかと思ってすぐ車の外に出て、後ろをスローソル見たら、左側に、細い電柱が立ってたんですよ。こいつの存在を忘れてたっていうか、多分止めるときは見てたんだろうけど、で、バンパーが凹んでなかったんですね。おそらく凹んだ後にパコって戻ったんだと思うんですけど、ただ、せっかくオールペイントしてもらった塗装がバキバキに剥がれちゃってたんです。俺もうダメだわ。俺ってダメだな。ダメ人間だ俺はって、自暴自棄に入っちゃって。ただそうこうしてるうちに、僕の娘と先生が来て、あー山田さんお疲れ様です、みたいな。だ僕も、もう頭の中本当はもう、そのぶつけちゃったことでいっぱいだったんですけども、あー先生どうもお疲れ様です、とか言いながらもう、こう、頭の中はもう車のあのぶつけたとこ、言葉だらけ。まあ先生たちはバレなかったんですよね。作品乗っけて、帰り際、こう娘の話をこう、話してきても、僕娘の話、会話全く入ってこなくて頭に。で、娘に、実はな、お父さんさっき、ぶつけてしまったって言って、そら、ええー、みたいな。結局、その、スモークを剥がす、そして新しいバックカメラにする、プラスアルファ、その塗装という余計なお金をかけることになってしまったわけですよ。で、しかも僕、なぜか、後ろにまでバンパーガードつけちゃいましたね。だから余計なお金またつけちゃって。で、気持ち的になんかしないけど、バンパーガードつけちゃって。で、そもそもそう、バンパーガードすらぶつけたくないですけどね。でもね、それつけたおかげで、なんか、一層かっこよくなっちゃったんですけどね。だから今は、このね、見ての通りで、後ろすごいよく見えますよね。プラス、バックカメラも、世の中ってこんなに明るいんだっていうくらい見えるわけですよ。まあ、これが当たり前の状態だと思うんですけどね。まだあるんですよ。で、あ、でもこれはね、残念とかじゃなくて、心配だったこと。これは、もしデリカ買う方は参考になることなんじゃないかなと僕思うんですけども、エンジンを止めたんですね。で、エンジンを止めた後に、しばらくね、エンジンルームから音が聞こえてたんですよ。ボーっていう音が鳴ってるんです。え？エンジン切ってるけどな、俺、と思って。で、ちょっと心配だったから、車から離れられなかったんですよ、その音が。したら、1分ぐらいしたら消えたんですよ、ピューって。そんな経験初めてだったから、すぐまたそれを車さんに電話して、こういうことが起こったんですけど、みたいな。それ、すいません、山田さん、ディーゼル車、ターボですよね。ターボを冷やすために、エンジンを切った後も、つくことがあるんですって、そういう冷やすための空調が。で、これは、三菱さんの、オフィシャルのホームページだったのかな、あれ。にも書いてあったんですよ。だから、これは、異常とかではなかったんです。まあ、残念だったことは、それぐらいかな。まあ、中古車あるあるかもしれないですけどね。で、次に、良かったところを話しますね、もちろん。まずは、ディーゼル車の良さを初めて知りました。で、これは、同じ車種で、ガソリン車とディーゼル車を短期間で乗り比べれたのですごくよく分かったんですけども、ディーゼル車の方がスムーズです。街中は、あと山道とか、もちろんガソリン車も乗りにくいわけじゃなかったんですよ。ただ比べたらディーゼル車の方がスムーズです。要するにやっぱりパワーがあるんだと思うんですよね。その代わり高速ではちょっと変わってくる気がします。100キロ120キロあたりになると、僕ね、ディーゼル車の方がアクセルの踏みが少し深い気がするっていうのかな。ガソリン車はなんかもう制動でピャーンっていってるようなイメージだったんですよね。アクセルもほとんどこう踏んでないぐらいな。ディーゼル車の方はちょこっとなんとなくアクセルをこう踏んでる感がある気がするんですよね。ベタ踏みじゃないですよ、もちろん。あと良かったところ、もちろんディーゼル車軽油っていうところですよね。軽油の方がやっぱ安いので、僕大体3000円ぐらいしか入れないんですよ。普通に街乗りしてるときは。満タン入れると燃費悪くなるの分かってるんでね、重くなるんで、車重が。遠出のときはもちろん満タンにするんですけども、大体日々の生活では3000円ぐらい入れる。ただ、やっぱり3000円で入る量っていうのが全然違ったんで、ちょっとこれは、ちょっと感動しました。あ、こんなに入るのね、みたいな。内装、インテリアとかは、前の出り方はほぼ一緒なので、普通に8人乗り。まあ、僕は大勢乗れる車じゃないと困る人間なので、8人乗りですし、
特に何も不便なく乗れてます。そしてプラス、事故った時に立証されたことだとは思うんですが、おそらくは頑丈であろうということです。その安心感がありますね。やっぱあの事故は本当デリカだったから僕助かったと思ってるんで、あれぐらいで済んだのはデリカだったからかなと。外見は正直昔のデリカよりも数倍気に入っちゃってます。やっぱ自分がやりたかった色だったの、色にしたので。親父臭いのが僕好きなので、バンパーガードがこう、すごく武骨なバンパーガードがついてるんですけども、なんかね、もうこっちの方が、元々のデリカのデザインだったんじゃないかぐらい僕合ってる気がするんですよ。こっちの方がなんかノーマルな感じがする。それぐらいこう、そのバンパーガードとは車体がマッチングしてるのかな。ちょっと武骨な感じが、とても外観は気に入っています。なので、もしこれからデリカ考えてらっしゃる方いたら、正直めちゃめちゃおすすめします。僕ね、現行のよりも昔の顔が好きって言っちゃいましたけど、ただ、現行のデリカも最近見慣れてきたからかな、割とかっこよく見えてきて、現行のデリカはちょっと、まあ、ギラギラした顔してるんですけども、たまにカスタムしてるのとか見ると結構かっこいいんですよ。僕好みになんかカスタムされてる方とかたまに見るんですよね。こういう色合いとか。まあ、そっちは僕ね、乗ったことはないのでわかんないんですが、多分このデリカよりはワンランク上上がってるとは思うんですよね。まあ、新しいデリカですし。でも、この古いタイプもお値段安いですしね。その安くなった分、例えばカスタムでちょっとね、自分好みにするとかして、すれば、すごいね、満足すると思うんですよ。ハイエースもおすすめしますけどね。正直ね、ハイエース僕の中で100点だったんですよ。それはなぜか。荷物がとにかくいっぱい乗ったから。前のデリカが95点っていうのはそこですね。やっぱり、あのハイエース乗った後にちょっと狭く感じちゃったんですよ。どうしても。これはしょうがないことなんですよ。比べちゃいけないものだったんですけど、やっぱり僕の生活スタイルには、あれぐらい大容量入る方が合ってたっていうだけの話なんですけど、ただ車と考えれば、もう全然デリカはもう、何の不満もないです。ほとんど。ほとんどないです。そんなようなね、今回車の話をしてみました。ではまた。